ハクビシン、ハクビシン、シロビシン、パグマラアルバタは、食肉目邪行猫かハクビシン属に分類される、食肉類。本種のみで、ハクビシン属を構成する。その名の通り、額から鼻にかけて白い線があることが特徴である。日本に生息する唯一の邪行猫かの哺乳類で、外来種と考えられている。中国大陸南部を中心に、 マレーシアやインドネシアなどの東南アジア、インド、ネパールなどの南アジア、そして台湾、日本に生息している。日本では本州の東半分と四国に生息し、北海道でも局所的に記録がある。体長51から76センチメートル。東道長約61から66センチメートル。尾長40から60センチメートル。 お長が約40センチメートル。体重3.6から6キログラム。体重2から3キログラム程度。猫のような体つきで、鼻筋が長い。オスとミスで体調の差はない。柔らかく長い体毛で覆われる。体色は明褐色や暗褐色で、個体変異が大きい。磁界や頸部、獅子は濃色や黒。体は暗い肺褐色で頭、手足、尾が黒い。 尾は全体もしくは先端が黒い。一方で、ボルネオ島など南方系の個体では、尾の先端が白い個体もいる。額から鼻鏡にかけて白い筋模様が入る個体が、多いが、不明瞭な個体もいる。和名、漢字表記では白鼻神はこの筋模様に由来し、主将名ラルバタや、英名マスクドは、仮面をつけたの、笑顔の反問に由来する。方も白い。は、 三、三点一、一点四、四点二、二イコール四十、足指の数は前後ともに五本である。これによって足指の数が四本のタヌキなどと足跡を見分けることができる。オス、メスともに正規のそばにうずらの卵より一回り大きなエイン線を持っている。俗名パグマは被災者による造語でピューマをもじったと考えられている。 顔の反紋などによって区別され、顔全体がほぼ白いものもいる。アシュの分類には諸説あり、例としてコーベットヒルは6足を認めている。以下の分類は MSW3 に従う。主に低地に生息するが、スマトラ島では標高2400メートル以上、ネパールでは標高2500メートル以上、インド北東部では 標高2700メートル以上でも報告例がある。多くは海抜200から1000メートルの低山の山林に生息する。木登りが得意である。木道、タヌキなどの動物が使い古した巣穴などを住みかにする。民家の床下、屋根裏などに住み着くこともある。夜行性で昼間は住みかに潜んでいる。電線を使って移動することもある。外敵に襲われると、 肛門腺から匂いのある液を分泌して威嚇する。食性は雑食で、一軸類、カキなシバナナ、マンゴーミカンなどの果実、小動物、昆虫などを食べる。植物食中心の雑食性で、果実、種子、小動物、鳥、鳥の卵などを食べる。中でも、果実を好む。熟した果実や野菜などを見つけると、培養な知事をたどって侵入するので、 獣道が形成される。年に一回出産し、出産する季節に決まりはないが、夏から秋にかけて多く産む傾向がある。妊娠期間は2ヶ月で2から3頭を出産する。子供を産む年齢は生後10ヶ月以降、飼育個体の最高年齢は24歳。母子を中心とした家族で生活しており、10から20頭程度の群れを作ることもある。この群れは、 複数の家族による共同体と考えられる。中国語名はカシタヌキ、ハナメンタヌキ、マレー語名はミューザングランリー、ランリーはサンスクリット語のキツネに由来するなどがある。中国南部では、広東料理、厚生料理、雲南料理、暗記料理などの食材として煮込み料理などに用いられている。独特の臭みがあるため、ニンニク、醤油などを用い、 濃厚な味にするのが普通。満館全席でも中国なしと似たという料理が出された記録が残っている。日本のハンターによれば肉はとても美味であると言われている。食用の他に毛を毛筆の材料として利用する場合がある。日本ではトウモロコシカキブドウミカンなどの畑作物、果樹などを食害する害獣とみなされることもある。住居に侵入し、 家具を噛まれる等の被害もある。果樹園に入り込み、ビワ、みかん、桃、梨、牡蠣などを食べ荒らすことで、深刻な農業被害を与えることがある。トマト、ブリ類のビニールハウスに侵入することもある。糖度の高い果樹、野菜を好み、ネットの隙間等、頭部が潜れる大きさの隙間ならば侵入できるので、小さな穴も補修する必要がある。一方で熟した果実や野菜を見つけると、 同じ道をたどって舞を訪れるので、畑の隅などの草むらに獣道状の隙間ができる。このほか、民家の屋根裏に住み着き、足音による騒音や糞尿による悪臭で生活被害をもたらすこともある。また、車に轢かれる事故も増加している。農地開発などによる生息地の破壊、食用の狩猟などにより生息数は減少している。香港では、 野生動物保護法の保護対象となっている。シンガポールではよく見られるが、在来種であるという確実な生息記録がない。そのため20世紀になってから人為的に移入されたとする説もある。重症急性呼吸器症候群、SARS が騒動となった時、白シンが SARS ウイルスの自然宿主ではないかと疑われた。そのため、 サーツ伝染の媒体になりうるとして、中国で流通が禁止された。2006年の報告によれば、サーズとハクビシンの持つウイルスの遺伝子の一部に違いが見られたこともあり、サーズは、ハクビシンの持つウイルスが突然変異を起こしたものでは、ないかとの見解も生まれた。その後の調査により、サーズの自然宿主は、ハクビシンではなく、 菊ココウウモモリリとというコウモリの一種であることが、判明した。日本では本州から九州にかけて断続的に分布しており、日本での初めての確実な記録は1943年の静岡県浜名郡での狩料記録で、1952年以降は国の狩料統計にも登場している。静岡県では1965の1966年に、 急増したとされ、1972年時点での分布に関するアンケート調査がある。関東地方では1958年の神奈川県三北町での記録が初めてとなる。東京都では1980年に八王子市で初めて報告され、現在でも山手線の線路沿い等で夜間に目撃されることがある。北海道の奥尻島では年に 互獲記録ががあり、2002年になって、て再び生息が確認されている。長野県では1976年に県の天然記念物に指定されたことがある1995年に解除これら日本の白シンが在来種なのか外来種なのかは確定していない江戸時代に記録された 来獣とされる動物の特徴が白微心に似ているため、江戸時代にはすでに少数が日本に生息していたとする説や、明治時代に毛皮用として中国などから持ち込まれた一部が野生化したとの説が有力である。根拠としては、国内において邪行猫科の化石記録が存在しないこと、中国地方や九州に連続的に分布していないことが挙げられる。ただし、 導導入入個体群の原産地や詳細な導入時期に関しては不明である。日本産と東南アジア産の個体のミトコンドリア DNA シトクロムビーの分子系統解析では日本産の個体はそのいずれもが東南アジア集団のものとは一致しないが二つが台湾集団に見出される6つの遺伝子型のうちの二つと同一であること西日本で優先する遺伝子型が台湾東部に 東日本で優先する遺伝子型が台湾西部に由来することが示されている。環境省は移入時期がはっきりとしないとして明治以降に移入した動植物を対象とする外来生物法に基づく特定外来生物に指定していない。このためアライグマと異なりハクビシンは駆除対象とはならないが鳥獣保護法により狩猟獣に指定されている。 住宅被害などのために、川崎市では2009年、平成21年度に市民からの相談を受け46頭を捕獲するなどの例はあるものの、捕獲には民家に巣を作ったり果樹園を荒らすなどの実害を理由した鳥獣保護法に基づく都道府県知事などの許可、有害鳥獣認定が必要で、住宅街をうろついているなど民間人の予防的捕獲は許されていない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。